すいません、お邪魔します。その辺できた、座って。はい。すいません、傘だけお借りできたらよかったんですけど。びちょびちょじゃん。ありがとうございます。急にあんな雨降ってくるなんてね。いい匂いがします。キモ。すいません。バイト君って大学生だっけ？はい、大学4年になりました。雨上がるまで行っていいよ。ありがとうございます。あ、レイナさんっておいくつになったんですか？いくつなんだ。聞いちゃまずかったんですか？無理に喋ろうとすんな。私雨好きなんだよね。なんかさ、悲しいこととかがあっても一緒に泣いてくれてる気がするっていうか。またさ、ずっと同じ感じで雨降ってるのかなと思ったら、よくよく聞いてたら表情とか、今ちょっと笑わなかった？いえ。あ、小説読まれてたんですか？詩集。詩集？ドストエフスキー。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 聞いたことありますけど、読んだことはないです。じゃあ、どうぞ。読んでる途中じゃないんですか？もう何回も読んだ。し、なんか私も最近作るようになってさ。作るって何をですか？し、し、し、詩を作るんですか？まあ、ポエムみたいなこと？すごい。ありがとうございます。バイト君のバッグはパンパン。いつもパンパン。何入ってるの？普通にお財布とか。そんなにでっかいお財布ある？いや、お財布とか勉強のノートとか、なんかその他のものです。薬とかティッシュとか。ティッシュ？はい。鼻炎だ。鼻炎というか、まあ、何かあった時に便利じゃないですか。バイト君珍しいね。普通の大学生ってティッシュなんて持ち歩かないよ。そうなんですか？っていうか、普通の男の人、大人の男の人でティッシュとかハンカチとか持ち歩いてる人って珍しいかも。ママに持たせてもらってるの？いや、自分の意思で持ってますけど。愛されて育ったんだ。
また笑った。笑ってないです。雨、雨、雨が笑ったってことですか。そうだよ、さっきからそう言ってんじゃん。雨にも表情があるって。え、今誰と喋ってますか。僕と喋ってるのか、雨と喋ってるのか。両方じゃん。火のつかないタバコ、聞こえないイヤホン、丸くないたこ焼きとか。チッ、キョトンじゃねえわ。いえ、そんなことないです。詩ですか今の。詩、いいですね。無理して褒めなくていいよ。伝わらなかったか。いや、そんなことないですけど。うん、いいの。じゃあ傑作かも。私、分かってほしいのと同じくらい誰にも分かってほしくないから。僕は知りたいですけど。何を？レイナさんのことを。ねえ、バイト君って童貞？違います。違います。違いますよ。雨も笑ってる。他にしてるってことですか。うん、かわいいねって。タバコ吸われてたんですか。やべ、バレちた。よければどうぞ。私物を着たくないからさ、なるべく灰皿こんなんだけど。なんかバイト君より私の方がよっぽど男みたい。こういうのって今ダメなのか。タバコって美味しいですか。美味しいっていうか面白い。一本いただきます。どうぞ。一本取ろうとしたら、なんかいっぱい出てきました。何それ、ゴーつくばり。でもなんか、今の人生っぽい。人生っぽくない。え、キョトンじゃねえよ。ごめんなさい。欲しい時には全然手に入らないのに、いらない時にはいっぱい手に入るみたいな。なんかわかる気がします。人生っぽいよね、はい、人生っぽいよね。人生っぽいって。初めてするんですけど教えてもらえますか。加えて。やっぱり人生だ。もう一回。
やってもらえますか。無理しないでいいよ。美味しいですね。面白いでしょ。肺に入れなくっちゃ。美味しいです。無理すんな。レイナさんって家にいるとき何してるんですか。ずっと本読んでるんですか。かこの状態が多いか。ここで詩を考えてるんですか。うん、考えてるっていうよりも勝手に降りてくるっていう方が正しいか。回らないメリーゴーランド。青くない水色。鬼のいない鬼ヶ島。痛くない捻挫とか。キョトンじゃねえの。僕もいいですか。赤がある。押せる。星型じゃない星。みかん味のプリン。悪くない四角。違ってますか。ちょっとおかしいですね。雨がキョトンだって。なんか自分でちょっとよく分かんなくなっちゃいました。うん、でもなんか楽しいですね。セックスしよっか。